遅くなっちまって悪い、ばあさん。イベントが押して渋滞に捕まっちまってな。オーナーさん、お久しぶりです。今日は私のためにここを開けていただいたみたいで、本当にありがとうございます。おいおい、俺たちの時とは対応が雲泥の差だな。コル、ナギさんたちがラッドウィーケンドをやった場所、ここで特訓をさせてもらえるのはありがたいな。ナギさんたちの思いを感じながら歌えるような気がするから。それで特別コーチの方はどちらにいらっしゃるんですか？それならもうすぐ来るはずだ。見てくれの割に時間にはうるせえ連中だから。ちょうど来たようだ。あ、足音がいっぱい。一人じゃないのかな。この人たち、もしかして。さあ次はラスト、飛ばしちゃって。ラッドウィーケンドに出てた。何言ってんだ。世間じゃお前らの方が有名だろ。お前らが提供した曲を聴かねえ日はねえしな。ま、そういうわけでこいつらが特別コーチだ。え？ラッドウィーケンドを作った皆さんがいいんですか？わざわざありがとうございます。でも皆さんお忙しいんじゃ。ナギさんの最後の願いを叶えたいって思ってるんだ。なら、よろしくお願いします。私たちはナギさんの思いを背負って夢の先に行きます。世界を取ります。だから、力をつけさせてください。どうだ、なかなかいい目だろう。もともと俺たちの間で流行ってたもんでな。ルールは簡単だ。まず曲をかけてワンフレーズずつ即興で歌う。それを順繰りにやって一番良かったやつが勝ちだ。ジャッジは最後に全員でする。なるほど。
はい。いい返事だ。ただこいつらに安定して勝つってのは至難の業だ。だからたった一回でいい。全員に一回でも勝てたら合格だ。こいつらは何ともほぼ互角の連中だ。こいつらを倒せるだけの力がつきゃ風穴を開けられる可能性は格段に上がる。ナギさんと互角の人たちに私が。よろしくお願いします。あれでまだ本気を出してなかったなんて悔しい。今のままじゃ全然叶わない。でも悔しいって気持ちで終わっちゃダメだ。伸びなきゃ、もっと成長しなくちゃ。ラッドウィーケンドを超えるために。大丈夫です。まだやれます。どうしよう。あれから2週間毎日2時間くらいは戦ってもらってるけど、この歌に全然勝てない。勝てるイメージが全然湧かない。このままじゃ全然前に進めない。もっともっと集中しなくちゃ。思い出すんだ、一番力が出せた時の感じ。あの時私は町の人たちの思いを受け取って、その思いに応えて響き合うみたいに歌った。それなら今は私の覚悟と思いを乗せて。
それでも、まだ。そんな。